どうもエルザレットです。前夜祭が楽しすぎてまだまだ余韻が残っていますが、今回新しく導入されたトリカラバトルについてまとめていきたいと思います。僕は初期陣営だったので、その視点から見たバトルのポイントやルールのおさらいなど現時点での情報をまとめたいと思います。ただし、ここから話す内容は今後は運営も改善をしていくということなので、あくまで現時点というところで見てもらえると嬉しいです。それでは早速やっていきましょう。プラス3のフェス限定トリカラバトルは、今作からの新モードで2色で戦うスプラのイメージを大きく変える縄張りバトルになります。まずモードの概要をまとめていきたいと思います。マッチング方法、1位の勢力に属していてフェスマッチオープンをプレイしていると、2位と3位の勢力からの攻撃を受けて突然トリカラバトルに巻き込まれます。勝敗は2位3位側のどちらかが1位に勝てば勝利となります。簡単に言うと、1位を引きずり落とすためのルールとなっており、1位のチームはチャレンジ以外は問答無用でバトルをしなければならない仕様になります。2位3位はトリカラアタックを選択することでトリカラバトルを仕掛けることができるので、準備としては2位3位が整えやすいです。ただし、参加状況やフェスマッチ、チャレンジでは発生はしないという仕様になってます。続いてバトルの方法、今回の舞台はチョウザメ造船でした。このマップの場合、1位のチームが中央、2位と3位が挟み込むマップの構造で縄張りバトルが行われました。中央に設置されたスーパーシグナルに敵が触れるとインクをばらまくまといが発生し、取得したチーム側に出現、スプリンクラーのようにインクを最後までばらまきます。このまといはお祭りでも使われるものですね。まあ、このように新しい要素が盛り込まれたのがトリカラバトルとなります。トリカラバトルをプレイした感想としては、アイデア自体はとても面白く、勝った時は嬉しさで爆発しそうになるぐらいです。なんですが、全体的に見るとかなり1位泣かせのモードだったような気もします。ではなぜ1位側が厳しい状況になるモードだったのか、このモードの特徴と合わせて見ていきたいと思います。トリカラバトルのシステムは1位を引きずり落とすためのモードとなっています。そのため1位にはなるべく不利な状況でのマッチングやバトルを行うような仕様になっていると感じました。まずその仕様として挙げられるのはマッチングです。このトリカラバトルはマッチングの仕様上、2位と3位が有利になります。というのも、1位側のマッチングにおいてはトリカラバトルを受けるのは完全にランダムです。マッチング前に準備をして参加できる2位3位と比べると、準備ができない1位というのはかなり不利な気がします。この時点で塗り性能やスペシャルで差がつけれる可能性があるので、アドバンテージが取りやすいというのも一つですね。この仕様のさらにきつい部分は、1位全員が防衛に備えた状態でプレイをしていないといけないという問題が発生します。まあ、フェスとなるとお祭りというイメージもありますし、みんな勝負に重きを置いてるわけではないですよね。なので、お揃いポイントなどを狙ったプレイヤーも参加したりしています。そういったトリカラバトルに対しての目的が違ったプレイヤーも多くいますので、まあ、準備が整っていないことが多々あります。この仕様により、人によってはいつ来るかわからないから塗り引きにしようというくらいでしたので、本来のフェスを楽しむという点が遠ざかった気もしています。では続いて、一番厳しかったのはこのスーパーシグナルという新しい仕様です。まあ、マッチングすること自体はそこまで重要視はされてない方も多いかと思いますが、どちらかというとこのスーパーシグナルのバランスがとても厳しいように感じました。というのも、取られたことによる発生するまといが取得した側の敵陣高所に壊せない高性能のスプリンクラーを設置します。正直これに関しては塗っても一人で塗り返すのは厳しいレベルの性能です。このまといがバトル終了までずっと同じペースでインクを撒き散らし続けるので、実際には2対2対4という構成が3対4対3と的への数によって差がつくように感じました。
まあ、1位側からするといつの間にか4対6、4対5というような感じで勝負になっているわけですね。しかも壊すことができないので実質倒せない敵というところになります。さらにこのまといに関してなんですが、同じチーム2つ連続で取るとどうなるかということなんですが、2つ目は1位のマップに設置されます。まあ、こうなるとほぼ罪ですね。1位のチームにはスーパーシグナルを取れないというルールも相まって守ることしか基本できません。そのため1回のミスで負けが決まるくらいの難易度になってました。もちろん逆転もできた試合があるんですが、常に片方のチームを2枚落ちしてるとか、まあ、オールに近い状況でかつ味方も塗り武器を持ってるというので、準備が整ってないと逆転するっていうのはかなり厳しかったところですね。もちろん2位と3位の視点でも考えると、まあ、実質2対4対2という感じです。なんですが、このルール上どちらか2位3位のチームが勝てばいいので、フレンドリーファイヤーのあるチーム戦という感じです。うまいバランスさえ取れば1位より有利に動けるかと思います。そして最後、オープンマッチが思うようにできないという点です。まあ、俗に言うレギュラーマッチですね。まあ、個人的にはフェスをやる目的というのは、そのトリカラバトルをするというよりかは10倍マッチ、100倍マッチ、あとは新しく出た333倍マッチありますが、まあ、これを狙ってフェスをしているところがあると思います。なんですが、このトリカラバトルが導入されてからほぼ3回中に1回というペースで、まあ、1位陣営側でしたが、トリカラバトルが発生してました。なんなら3回連続とかもあったので、なかなかこう思うようにフェスができなかったっていうのがありますね。で、このトリカラバトル自体が勝てる試合ならめちゃくちゃ嬉しいんですが、正直負けやすいモードという印象もあって、かつ頻度が高いとなると単純にフェスを楽しめないきつい部分というふうに変わっていきましたね。で、それに伴ってオープンマッチの数も減っていくということがとても残念でした。正直バトルのアイデア自体はとても楽しいものだったのでそれは満足なんですけど、鳥からバトルを受けて負けた時勝った時両方ありますが、そのメリットっていうのが1位側にそんなに感じれないんですよね。どんだけキルしようが、どんだけ塗ろうが、最終的な塗りとかの影響もあったり、まあ、まといを取られた瞬間終わるとかもあったので、まあ、そのあたりがね、なかなか難しいなっていうふうに感じました。まあ、ただ2位と3位が逆転できる機能としては非常に強力だと思います。もちろんあの2位3位側盛り上がるっていう意味ではすごくいい仕様かなと思います。ですが1位側にもバトル中に恩恵を受けれるなど、両方にとって旨味があるバランスに今後なっていくとさらに盛り上がるのではないかなと思います。ここまでトリカラバトルの仕様であったり、いいとこ悪いところについて話してきましたが、まあ、1位側としても負けっぱなしも嫌なので、トリカラバトルで勝つ手段っていうのを考えていきたいと思います。実際に勝つためにやったことをまとめてみましたので参考程度に聞いてもらえればと思います。1、4人で絶対に固まらない。これに関してですが、4人でスーパーシグナル周辺近くを守るのは避けた方がいいように感じます。というのもスーパーシグナル周辺には必ず敵がスペシャルを構えて待っています。また周辺に偏りすぎると外から来る敵に対し防衛がしづらいというのもありますね。で、仮にその守ってたとした場合、固まっていると陣営を一気に崩されて立て直しが効かないことが多くあります。大体味方が2人以上やられると取られる印象でした。まあ、人数から考えて4対2ですからね。ではどこに集まったりいるのが最適なのかというところなんですが、それぞれ敵の侵入口を塞ぐように2対2で待ち伏せするのがいいかと思います。そもそも有利位置に相手をつかせないように時間稼ぎをするのが重要だと思います。そこに対し無理やり突っ込んできた敵を倒す、圧をかけるという方法が意外と刺さっていましたので、スーパーシグナルにギリ射程が届く範囲で動くのがベストです。
ただし武器によっては射程が届かない場所まで前に出てポジションを取る方が有利だったりもしますので、周りを見るというのも重要になってくるかと思います。2つ目、特定のスペシャルに気をつける。特定のスペシャルで言うとサメライデやグレートバリアなどその場を一時的に制圧できるスペシャルのことです。というかこの2つを使って味方がやられるとほぼスーパーシグナルを取り返すのは不可能でした。なのでスーパーシグナルを譲ってあえて動きが止まったところをキルする方が安全だったような気もします。それも兼ねて1で紹介したポジションなどはとても重要になります。この位置を押さえさえすればそもそもスペシャルをスーパーシグナルを取るために使うということが難しくなりますので、まあ、相手をね押さえつけることも可能になってくるというところになります。まあ、ポジションありきの2というところですね。とりあえず相手にスペシャルを有利な位置で使わせないのが非常にポイントとなります。3つ目、塗りを広げるのは片側オールキルか最後の数秒だけ。塗りについてですが、このトリカラバトルは2のように塗りポイントではなく最終的な塗り面積で競っているように感じます。その仕様がなぜ確認できたかというと、こちらのリザルト画面ですね。塗りポイントの上にチームの塗り面積のポイントが出ます。ということはいくら塗りポイントを稼ごうがこの最終的な面積が広がらないと勝てるというふうにならないということです。塗りポイントが低くても最後の面積が広ければ勝てるということがありえますので、最後の最後まで気を抜かず塗りのチャンスを見るといいかと思います。特にまといが強かったのはこの仕様のためですね。また片側キルした際に塗ることができれば相手の進行を遅くすることができます。その時に時間を稼ぐチャンスですし、スペシャルを貯める機会でもあるので、次の打開阻止の準備をし、可能であれば高台を取ってこちらの防衛ラインを上げるのが一番の理想です。この他にも工夫できることはありますが、まあ、今後マップがどこになるのかとかいろいろ条件がありますので、このあたりは随時考えていくところになるかなと思います。まあ、要は相手に攻めやすいポイントに入らせないことが非常に重要です。一気に攻めるのではなく時間をかけて防衛範囲を広げる方が得策なことが多かった気がします。トリカラバトルに関しては賛否両論ありますが、振り返れば正直めちゃくちゃ面白かったです。まあ、1位の立場としての参加でしたが、防衛が成功した時は非常に楽しかったですね。その他にもフェス全体として10倍マッチ、100倍マッチ、333倍マッチに関して以前よりも出やすく感じました。まあ、10倍マッチで勝ったりするともらえる得点とかもありましたからね。なんかそういったこう集めるというか続けることによってのメリットっていうのもあったので、非常に面白いところかなと思います。まあ、トリカラバトルがね、今後さらに運営が更新をしていく、改善していくということも明言してますので、まあ、今後期待というところで今回は終わりにしたいと思います。はい、ということでここまでご視聴の方ありがとうございました。まあ、今後もこういった解説、あとは考察系もやっていこうかなと思ってますので、応援してくださる方はチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。